マッタ十一章二十八から三十までを読みます。 いいですかどうぞ疲れたもの重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう私は柔和で謙遜な者だから私の区きを追い私に学びなさいそうすればあなた方は安らぎを得られる私の区きは追いやすく私のには軽いからであるアーメン じゃあ後ろ行って手持って二の手紙に章手持って二の手紙の二章新約聖書345ページです手持って二の手紙 主のしもべたる者は争わず全ての人に流和に接し教えることができよく忍び反抗する者を優しく教え導かねばならない神は彼らを悔い改ためさせ真理を認識させてくださるかもしれないので。 こうして彼らは。悪魔にいけ。生け取りにされて、その意のままになっていても。いつかは目覚めて。その罠から逃れるようになるでしょう。アーメン。じゃあ。主なる神様。この時間。あなたの精霊によって。正しく。強く。 熱く働いていたり一人一人があなたの真理の御言葉と主の精霊の力によって主の御心にふさわしいものとして生まれ変わることができますように助けてください必ずこの世を生きる間に主の約束と御手の中で完璧で申し分のない 完全な信仰を作り上げ主の約束の実現主の栄光たる働きを必ず見ることができさらに多くの人にそれを伝え一人でも多くの人を救い出すところに用いられあなたの御国に至るときには命の冠を必ず皆が受けることができますように正しい道へと導いてください。 たったの一日も悔いのない人と共に歩む日々となりますよ夜も昼もなく助けてくださいイエスキとの尊き皆によってお祈り申し上げます。アーメン えー、今日は十番の実。この十番の実は。私はこれを。えー 愛の、うん、クッションだとあらゆる衝撃にあらゆる衝撃にあらゆる衝撃をいやただ耐えるだけで吸収する吸収する愛のクッションスポンジ愛のスポンジのようなものだと私はデュアを考えてますね。 えこれは別に皆さんまあ書かなくてもいいんだけどもあらゆる衝撃 一度だけ言ってみ,ますかみんな一緒にあらゆる衝撃を吸収する愛のスポンジまたはつんかつゆつんかつ油は油ですね機械を回す時につんかつに滑らかにスムースに回るようにつんかつゆつんかつのための油をかけてあげる。 そうすると同じ機械であってもツンカツ油をかけた時とかけない時は全然違いますねかけるとスムースに回るはずの機械がツンカツ油が足らなくなったら止まったりエンジントラブルを起こしたりしてしまいますですからそういう意味であらゆる衝撃、このあらゆる衝撃というものはこれはもう、うん、いろんな意味でですねあらゆる衝撃を吸収する スポンジは吸収する力ある吸収する力がありますね皆さん知っている人は知っているでしょうけれども車の車体車の車体を作る時にもただその車体ボディを強く作る硬く強く作るだけでは意味がないということは知っているでしょう。これにただくく強く作る 竹では危ない逆に何かチッコなどにあった時にはそれが逆に武器のようになって乗ってる人を刺して怪我させてしまう恐れあるから車体を作る時にもただ固く強くなくて単力性のあるものある程度外部からの衝撃を和らげるクッションのようなその柔らかさを 持ってそれから乗,乗ってる人を何かの衝撃事故などにあったときに保護するできるだけ保護できるようなそういう点を考慮してそれで車体を作るわけです。そうじゃありませんか私たちが 霊的な生活を人生を人が、えー、神と共に信仰生活をやっていく。人間として正しい道を生きていく。その間に。地に必要なのは？皆さんこの1話の？身であります。みんな大事だけども、これもなくてはならない。なぜこのような。このような作業。 働きをするから、私たちの人生において。外部からの衝撃を和らげるスポンジのような働きをするしまた自分の信仰生活を人生を潤滑させてくれるこういう潤滑湯のような働きもしてくれるものが龍、うん、和という精霊の実なんですよ。 えー、これは礼的に聖書的に説明すればただの柔らかさあるいはこれは韓国語では「温優となってますね。韓国語では、うん、こういう言葉とともにこれとこれ「温柔」これを考えたらただの温かいただ温かい温かさと柔らかさだけを連想する 可能性がありますが。それだけではないんですね。それだけではない、えー、それだけであって、基本的には、えー、まずこの神にか私たちは人間。だけで人間の人生を生きなくて神の。前で神と共に、えー、この人生を生きていくべきものだからね。神様との関係がまず大事なの。そういう意味でまず。 この「十和」の「美を我々が結ぶためにどういう心の姿勢を持つべきであるかそれはまず心の貧しい心の貧しい状態心の貧しい状態これがえ 聖書では心の貧しさをこの「柔和」という言葉と同じ立場において置き換えてもお互いをいいような意味愛を持って聖書ではこれを使ってますね。柔、ね、和な人はといえば心の貧しい人はこういうふうにお互いを置き換えて使ってもいいような意味合いを持たして説明してます聖書は。ね ですから柔和な人は神の神の道主の道主の教えを受けることができるこれは心の温かくて優しい人という意味ではなくて心の貧しい状態の人を意味しています心の貧しさは何を意味しているかというと世の、うん、この世的なものに対する思い患いすなわち心という畑にある 砂利茶草、素いばらなどを全部取り除いて良い畑の状態を耕しておいたような状態これが心の貧しい状態なんです。こういう人が神の国と神の栄光を見神からの祝福を受け神の道と神の教えを受けることはできる日だと聖書は言ってますが。 この時の心の貧しい人と柔和な人は置き換えて説明しても差し支えがありませんですから霊的には心の貧しさと柔和は霊的には通い合っています似通っていますすごく似てますねハレルヤほぼ同じ意味として使っても、えー、無理がないほど似てますじゃあ マタイの中3章の中9節から23節まで出てきますね。私たちの心の畑に神の命の言葉が祝福の言葉が神の教えがまかれてもいろんな意味での心の畑に茶草石いばらのようなものをたくさん持っている人は心の状態を 何もないような明け渡したような貧しい状態に耕してない人々は神の教えを言葉を祝福を命をいくら命じてもそれを吸収受け入れて自分のものにすることはできないんです。肉の思いや世の思いや世の患いや富栄光誉れなどに対する欲やあるいは自我 などをそのまま持っている人それで自ら心が豊かな人心がいっぱい満たされている人はいくら神の言葉を与えてもそれを吸収するのはできない受け入れるのはできないたとえ聞いてもすぐ神の言葉が働けなくなる約束通りになぜ自分の中にいっぱいいろんな説教 この世的なものを持ってるから。で、そういうのをまず取り除いて心を畑とた畑。心を畑と例えるんだったら、この畑にあるはずの畑。畑にあるはずの茨。いば茨を畑を耕さないと耕さないと耕さないと。いと畑にはもともと畑は山のような野花のようなものだから、その畑を耕さないと。 畑に茨のようなものがあったりこういうャリ石ころね小さな石ャリがあったりあるいは茶祖茶祖が生え出ていたりするわけですよ畑に茨やャリや茶草などをそのままに置いてそのままにしておいてその上に種をまいても 種は収穫を得るようになります。アメンこういう茨や砂利や雑草に勢いを命の力を全部吸い取られて蒔いた種は芽生えもできなうちに死んでしまいます。こういう心の状態をこれを全部取り除く。 しこの畑にあるこういうものを全部取り除いて良い土地良い土地として心を耕し,て耕した状態を心の貧しい状態だと聖書は言っています。アメン,アメンこういうのを全部取り除いて畑を耕しておいた状態の心そういう心に全部取り除いたから心がどうなる貧しい状態の何も持ってない自分の心には。 この世ででたものを何も持ってない肉,肉のものを持ってない取り除いたからだ,だから心は今は寂しい貧しいしかしこういう心の貧しい状態に心を明け渡した状態心を良い土地として耕した状態にある人は今度は神の教えを受け入れ安くなる吸収しやすくなる神の言葉が神の言葉は正しくあっても 正しくあるから正義だけど正義正しくあるから正義だけどもこの正義この正しさは正しさはこういう肉の思いをいっぱい持ってる人が聞くと正しさが厳しさになります意味が分かりますか正しさが良い薬になるべきだけども 正しさが厳しさになって厳しさになって抵抗反発反抗不従順などをもたらしてしまいます正しさが薬になりませんよこういう思いを抱いている人にはこういうですから神の正義正しい祝福と命を命じる神の木が我々に 命と祝福となるためには我々が心の状態を耕すべきなの耕す心にいっぱいこういうのがいばらもあって砂利もあって茶草素もあって地がもあるいろんなものがたくさんあるこれを全部取り除くと今度は心が明けっぽいになる秋葉屋のように貧しく寂しくなるこういう状態こういう心を明け渡した状態全部取り除いて これが神の正しさを受け入れやすい良い畑の状態だ。こういう、こうなった時の人の我々の心は神に出して抵抗しない。抵抗しない、反抗しない。不従順しない。神の言葉が今までは衝撃。我々の心を突き刺す。棘のように、刀のように、厳しいと思っていたその衝撃が 今度は私たちの心はスポンジのように受け入れやすい状態になったから今度はどうなります神の言葉が入ってくる,入ってくる神の言葉が入ってくるあめん神の言葉が入ってきやすい状態心の貧しい状態を作ると神の言葉、神の教え、神の道が我々にの人生に入ってきますこういう 準備ができた心の状態スポンジのように正義を厳しさとて正義を正しさとして受け入れやすい状態を作るのがニューアでニューアアメンそういう心の貧しい状態を作るのがニューアの実ですニューアの実まずアメンニューアの実を結ぶとまずまず人,人との接触であって自分が 自分自身が神の祝福を受け入れやすい状態になります。自分の霊が、自分の霊が。すっごい大事であります。眠いでしょ今眠いのは、これを耕してないの畑を。お金を、この1時間説教、一生懸命聞けば、100万円入ると言えば、眠気が逃げるや。 そういう心が満た,しての満たされてるのにこういう正義を語ってるから眠くなる抵抗したいの正義にはこういう正しさが厳しさに聞こえるからよだから陸は眠くなるの私よりもたくさん寝てるくせに私よりもたくさん寝ていながら説教の時私は寝ないのに説教の時に居眠りしたことある私ないでしょう 皆さんは座っていながら夜もたくさん寝るし座っていながらまた寝るしなぜこうなのなぜ正義が命の言葉が命の道が皆さんに正しさにならないで厳しさになって皆さんを圧迫するのか心の貧しい状態になっていないの心の貧しい状態になれば何でも受け入れる神からのものを何でも救いしちゃうの 何のようにスポンジのように。ハレルヤ。スポンジのように神の言葉を吸収しちゃうと、まず自分が良くなる、自分が。自分が良くなる。みんな一緒に、柔和な人は、柔和な人は、血を受け継ぐ。心の貧しい人は、心の貧しい人は天の御国よ。 天の御国がその人のものである。アメン流和な人と心の貧しい人は神の正義をそのまま吸収する人なの。神に対して心に抵抗がない人なの。神に対して心にトゲが生えててない人なの。神が言葉を正義を命の言葉を語るとそれに対して反抗するるこの中からトトゲゲがが出出る。 嫌です嫌ですよ。祝福へ受けなさい。嫌です。命に入りなさい。嫌です。こういう棘のような心がこの中にまだある人を見て心の貧しいだ人だとは言わないの。それは心が豊かな人なの。聖書が言っている心の貧しい人は神に対して神の言葉を 吸収する人は吸収する人。アーメンですか神の言葉をスポンジのように吸収するとそれが輪郭というのようになる自分の自分の人生に潤滑というのようになって潤滑というとみんな自分の人生が潤滑できるようになる潤されて滑らかに滑るようになる。ハレルヤー。 人生に潤いがないと肌に潤いがないと女性たちの何化粧品には必ず潤いという言葉がかけてる化粧品はないの一つも、うん、どんな化粧品を見てもその特化の説明に潤いという言葉が必ず入ってるの肌に潤いがなければどうなる肌がサメ肌にはサメ肌サメ肌ってご存じでしょうサメ肌の反対語はもち肌もちもち 女性たちの旗に潤いがなければどうなるサメ肌なのサメ潤いをまず与えるの旗を生かすために滑らかにするために柔らかくするためにアメン必ず皆さんが化粧しない人いないでしょう,う,ち,のうちの教会に。 化粧しなないいい人いますかうちの教会にいいのにじゃないの毎朝まず化粧からするでしょ化粧するのに30分もかける1時間もかけるそれ以上かける人もいればそれは潤いを与えるため人生に潤いがないと人生冷め旗のような人生になったらどうなりますこれがアレの砂漠砂漠にオアシスがないのと一緒なの。 肌に潤いがないことは砂漠にオアシスがないのと一緒なすハレルヤ。砂漠のような人生にオアシスまでなかったら我々はどうしますか我々の人生に潤いをもたらして私たちの人生が潤滑できるようにスムースにエンジンが回るようにしてくれる。油のような 役目を果たしてくれる神の力のいろんな力のうち、この流華という力がこういう役目を果たしてくださるんだということを信じる。アメン。すごい大事ですよ。このあの聖霊の宮去年の主の日の説教で全部一通りやりましたから、やめようかと思ったら主がいやもう一度く必要なのはこれはもう絶対になく知らないといけませんから。 もう一度少し違う角度から説明してまたやりなさいとこれを知らないとダメだから、うん、いくら素晴らしい車があっても潤滑油というものを使わ、うん、ないとそのエンジンはその車は形ばかりものになる潤いのない女性の皮膚になる潤いのない砂漠になる和室のない砂漠 ですからまず自分が神の教えと神の正義と神の祝福と命をまず自分のものとしてスポンジのように吸収するために私たちの中の霊的なスポンジを作るのがーアの実を結ぶことだ。アメンスポンジのように神の祝福を吸収したいと思う人がいればニューアの実を自分の中で作らせていただくように精霊様にお願いする日々を送りますようにイエスの皆で祝福いたします。 アメンじゃあですから心の貧しい状態これを皆さん作ると神様が見るとこの人たち心の貧しい状態を作った人を神が見ると柔和な人心の優しくて温かい人かたくなを砕いた人に見えます。を砕いて 神が見た時に神の子供として柔らかくて暖かくて神様が超感じる愛を感じるかわいいな愛らしい子供にや愛らしいやレルヤアメンしかしこのニュアの実を結ばないでこういう心の畑に茨、砂利、茶草などをたくさん抱いている人は神が見たらかたくなに見える傲慢に見えるはんこじに見える抵抗する筆を起こしている人間に見える神が見たら 遅刻しようとすれば抵抗するか可いいでしょ私がおじいちゃんだからしかしこれがおじさんが何かやろうとすれば嫌だよと拒むと可愛かったのがすぐにくく変わる何でも頂く姿を見たら可愛く見えるね柔らかく見えればあだかく見える何でも抵抗する嫌だよ嫌だよ 自分の好きなものじゃないと拒むこんな姿ばっかり見てたら <laughs> 神様も一緒で神様も一緒ハレルヤーアメン、えー、みんな一緒に、リューアーの実を結ぶのは神の可愛い子供になる秘訣だ神の祝福をスポンジのように吸収する秘訣だ アメン昨日広島の千の果て宣教会の剣道式礼拝がありました昨日行ってその藤原伝道師の証しを聞いたんですよ。藤原伝道師の証しを聞いたら今うちの,の EMC 進学校の進学生になっている桑原,桑原さんが最初彼女が状態が悪かったの。 分かりやすく言えば患者さんでしたよしかしそのうちの,その藤原伝道師が教会始める前に奥さんが郵便局長やっている郵便局の中にキデオン教会で配っているその聖書新約聖書を置いてあってそこで配ったんですね奥さんが郵便局,局長だから郵便局の中で聖書を配ったのにそれはある姉妹が持っていて自分のお姉さんに渡したの。 それがそのお,お姉さんになる人が桑原さんなんで新学生の来てるし2階も来てるし看護師看護師団やってる人彼女が精神的に巻いていた時にその妹の方から聖書をもらって聖書を開いてみたそれで教会行けば治るのかなと思ってそこら辺の教会を全部 歩き回ったんだけどもどこの教会も受け入れてくれなかったの。教会の中耳鼓をかけてイエスを・キリストの教会だという看板を掲げていながらも表面的には彼女を見てみんな小林は笑いながら小い、笑いながら彼女を拒んだのよ受け入れてくれなかったの。どこも行くどころない。 ついに藤原伝道師のところに行きました、ね、藤原伝道師がまだ信者がいなくて教会を正式に始めてなかった時なの。でもどこも受け入れてくれないからじゃあしがったないじゃないかもう、まあ、私たちでやるしかないと。それで礼拝を始めたのが今の広島千代田選挙協会の出発ですね。 彼彼女を彼が受け入れたのもちろん見た目では嫌なのにすごい状態だったって説明できないほど言葉ではそれを受け入れて礼拝捧げて柔らかく彼女をスポンジのように彼女を受け入れたのこれが広島千奈手選挙会において初めての収穫なの。 初め,ての初めて来た人なの初めて来た人が今しもべとしてしもべと呼ばれて進学校を勉強してるでしょすっごい大きな美を結ぶようになってるねしかしこれは日本人にはあってもいいかもしれませんが教会にはあっちゃいけないね本音ととえ前日本人はよく分かってるでしょうけども うん、ちょっと韓国人はまだ分かんないかもしれませんね。本音と建前というのはこれにはキャップがあるの。これは違いね。大きなキャップ大きな違いがある。本音と建前には本音というものは 本心、中我々の中身我々の心ですよ本当の心中の建前は表向きの主張見せかける部分じゃあ全部そ,のそこら辺の教会が建前はイエス・キリストの教会だ。 罪人を救うべきイエス・キのの教会なのでもいざ一歩その中に入ろうとしたらその中本音のところ行ったらそこはシベリアでしたシベリアシベリア寒い風が氷のような風が吹いてる受け付けてくれないの受け付けて吸収してくれないのスポンジのようにこういう訪れを喜んでくれないの。 問題のある人の訪れを喜んでくれない教会本音と建前の近いですよ彼らは建前は立派なの笑いながら追い出すから笑いながら一番や優しい言葉で追い出すからしかし泣きながらでもいいから泣きながらでもいいから悪口言いながらでもいいから建前は 心から受け入れと吸収してくれる教会となるべきなの。ね、藤原伝道氏が彼女を受け入れる時に受け入れる時に笑って笑顔で迎えられるような状態じゃなかったの。はっきりつって病院でもダメだったし何をやってもダメだったから。だから本当にもう見た目からもう本当にすごかったって誰が見ても。しかしこれを 受け入れたのもちろん喜んではいどうぞできなかったでしょうしかし受け入れたの心からはその結果天の神がそれを見てる天の神様見ておられるそれをハレルヤあめんまあ昨日あった昨日聞いたばっかりの話だから紹介しますけどもじゃあ しかし日本人の皆さんが一ついいのは建て前は立派にできてるね50%半分は日本人は日本,日本人は助かってますよ半分はもうできてる半分は100%ゼロから始まる人と半分ができてる日本人と1 0 0を走るときにうん ゼロメートルから出発する人と百メートル進んだところで出発する人とどっちが楽ですか日本人が楽だという意味です楽だ。でも喜ばないでしょ眠いから笑いながら寝ないでちょっと泣きながら聞いてよじゃあもう一人言います日本人は半分できている喜んでください これだけもできないのこれだけ半分だけやればいいから皆さん、うん、我々はもうチェロからの出発だけども日本人の皆さんは5 0ルから出発だからそれもやりたくないそれもやりたくないんだったら仕方ないじゃない仕方ない怠けもじゃない怠けもいや本当に難しいよ本当にねヒト、うん・パウルも毎日のようにヒト・パウルも 正しさのゆえに厳しいものだと批判を受けている自らも泣いている死にたいほどシド・パウルも正義を正義を伝えるために大胆な言葉を多いし、ね、正しい言葉を伝えるとみんなが厳しいといイエス様もそうでしたで,しできれば両方とも揃えると一番いいんだけどもとにかく 建前よりはまず大事なのは霊的な生活な本音この「アメン本音」「泣きながらでもいいから顔をしかめながらでもいいからまず心からは受け入れる」「なんとかしてみる」「こういう心が欲しいなのこれが乳話なのこれは乳話」「神が見たらこれが柔らかい心なのこれが柔らかい温かい」 建前は笑いながら建前は笑いながら顔では笑いながら追い出す本音これは神が見たらカタコナそのものもの。昨日日本人の坂本ひろ子という女性の牧師が来てまして最後まで付き合ってくれたんだけど彼女が言ってましたよ彼女も日本人の牧師からこういう話聞いてすごい嬉しかったの。いや 自分から見ても果たしてこのままだと教会の中で救われ,救われる人が何人いるかなと自分も心配してるて日本人の牧師から初めて聞いたこういう話。本当に実を結んでない。誰が教会の中の人々がいる命に対しては興味はないの。自分の霊魂にも興味がないの。 名古屋で名古屋でも,名古屋,でも名古屋の血の当て選挙協会の金子簿記からも聞いたそこら辺のある教会でクリスマスパーティーがあったのだってクリスマスパーティーの時にもう自分の教会の信者の数例えばそれは10名だったら10名の数だけの準備を全部ステッティングしておい,いたんですよしかしそ,そこにある信者がそこのメンバーの信者教会の信者が 他の人を1人をし,して連れてきたの連れてきたら牧師が「いやもう10名で接遇してやるからもういらないよ」「伝道してきたのにいらない」っていらないうちだけでありますようちだけで。看板は建前は立派なキリスト教の教会なの本音は心の中では命の救いに対して果たして思いを持っているのかどうか疑われる話です。 私が今まで20年間日本にいながらこの2つの教会だけから聞いたこの2つの教会に限っての話じゃないのこれは神がこれを悔い改めないとこれを悔い改めないと神様が共に働くことはできないいくら看板掲げていても 表向きの表情はまだいいなのまだ心の表情がだよ心の表情はハレルヤアメン表向きの表情はイエス様もパリサイの人々に向かってはこのマムシの子らよと叫んでたマムシの子らよ建て前はマムシの子らよじゃあマムシの蔵よと叫んでたその時厳しく叱責したその時叱席していたその時のイエス様の表情は笑顔でしたか笑顔で気違いのように 顔は笑いながらこのまむしの暗いよと言ったでしょうか想像してみてよ君やってみて笑いながらこのまむしの暗いよ <laughs> イエス様はそう語ったと思うの違うでしょうまむしろいと叱責したい時のイエス様の顔表情は厳しかったはずでありますよアメンしかし表向きの表情はこれは建物建前なの だからといって、イエス様の心の中でお前らは全部地獄に落ちろとイエス様のがそういう本音で叱責していましたかあるいは悔い改めて命に立ち返れこういう本音から語ったと思いますか悔い改めて命に立ち返れですよ。こういうのを悟らないと信仰生活難しいよ。こういうのを悟って自分のものにしないと信仰生活ままになりませんよ。アミンです。 何があっても処理する霊的な人になるためにはこういうのを分かって分かってこういう力を自分の中に入れてから信仰生活しないと騙される結局は建前ばかりの信者と教会となってしまいますよ雨できます。なぜ自分の中では拒むから神よ教会が本音のところでは教会が神の正義を拒んでるじゃん実際に。 救われるるべきら神によって送られた人を拒んでるじゃな拒んでる実際には心の中では立前ばかり笑いながらだから笑いながら追い出すこういうことが笑いながら追い出すみんな知に笑いながら追い出さないで笑いながら排斥しないでペチョ排斥笑いながら排斥しないで泣きながらでもいいから受け入れなさい スポンジのように吸収しなさい。アメンこれが祝福に至る秘訣なんだ。こういう力はこういう力を言葉で説明するとこれが龍和で龍和。アメン。龍和。<laughs> 昨日ね、昨日はショッキングでした。 藤原伝道師のお母さんが今東京にあるある信仰宗教ちょっとおかしい宗教あるでしょ、うん、東京にあるそうで名前言っちゃ困るから東京にあるんだけども本部がね信仰宗教で分かるでしょ例えばオウム真日教だとかこういうような変な宗教あるでしょそういう信仰宗教のナンバー2でしたナンバー2。

すごい美人なの美人人なこの方が去年まで87の時までこのおかしい宗教団体のナンバー2でした去年まで。で去年までやって今年はもう退職してだからすごい霊的に伝導師もほとんどもうほとんど希望がないと思ってたの、う。ん しかしこのお母さんが、うん、月曜日の夕方我々が乗った電車と同じ電車に乗ってました後ろの方にね知らなかったの降りてから聞きましたけど降りてから分かったんだけどとにかく同じ電車で広島に向かったんですよ知らないでお互いに、うん、他の車両に乗ったんだけど、うん、駅に降りたら電動車が「はあ」 自分ものお袋も今来てるって同じ電車で。あ,あ、そうです。八十八歳のお,お,おばあさんだけど。ああそう見え本当に六十八だと言えば、あ,あ、そうかなぐらい。でこの方がナンバーツでしたよ。変な宗教の。昨日、イエス様を受け入れたんですよ。昨日、イエス様を受け入れて。八十八歳のおばあちんが可愛い,い少女のようにここに、スポの前に立っていて。 こうやったらたかれてくる祈,って祈り終わってイエス様を受け入れてイエス様を受け入れる祈り終わってからたかれてくるの泣きながら建前は88だけども建前の年は霊的な年はかわいい子供だからうんハレルや息子息子の藤原伝道師もお母さんもなってうん,ん藤原伝道師はもう駅に来てまで泣いてましたよ お母さんのことで親孝行ができましたねやっとお母さんを救ったからうんとにかく昨日の収穫は一番大きいのはこれですねお母さんを救ったこと天童師のお母さんを救ったことそれからそこのその地元の牧師たちとの出会いがあったんですねうん。で とにかくこれから、えー、この日本,日本人救令のために大事なのは教会が日本にないわけじゃない8200以上ある教会が。でもほとんどが建前ばっかりじゃない建前。だそれを昨日、うん、日本人の女性の牧師も嘆いていましたね。嘆いていたし、うちの桑原、 新学生の桑原さんももどこ行ってて受け付け付くれないみんな看板建前としては看板中字か掲げたそれで教会の名前は立派な名前か,かけて建前では笑ってんだけども誰でも来なさい誰でも来なさい建前ではいじゃあ入ろうとしたら一歩も早うちに追い出される、うん、こういう感じです。 皆さん、神様は神様は看板を見てるじゃない、うん。十字架の大きさを見てるじゃない。私たちの心の中に。かたくながるのか、砂利があるのか、雑草があるのか。茨がそのまま生えてるのか。うん、地がそのままあるのか、かた、それがもう全部固い。固い岩のような、かたくなに見えるから、神様には。雨ですか。 ですから心を貧しい状態に明け渡す全部取り除く良い畑のように耕しておいて何をまいても30倍60倍100倍の実が結ぶようにするのが心を貧しくすることでありそれが天の神からの祝福を祝福の通路を道を開く秘訣でありますまず自分がよまず自分がアーメンですか、うん、じゃあ曖昧だから その後は来週します。今日一日で終わりませんから。いいですか。じゃ、今日はここまで。四百五十八番。